おはようございます。2021年6月27日日曜日朝6時10分です。マジで台風どこ行きましたかね。全然やっぱ位置が悪くってうねりが入らんですよね。あそこ真下なんで。で天気の方は曇り、気温の方は22度、風の方がもう今ほぼほぼ吹いてない無風ですね。ちょっと東っぽいけどまあ吹いてないですほとんど。で波の方なんですけど、まあ大潮の満潮に近いだよね多分。確かそうですね。まだあと30分ぐらい満ちちゃうんで、満潮に近い時間帯なんでね、こんな感じです。インサイドをやれそうなとこあるかなと思ったんですけど、満タンでちょっとね厳しそうっすね。もうちょい下げんと。まあでもあそこやれ、釣りがおるんすよね結構。今釣れるんすかね。なんか釣れてる感はないけど、釣れるのかな。なんかキス、投げ釣りのキスはなんかちょこちょこ釣れとるっぽいんですけど、みんなこの辺おる人ルアーなんですよね。スズキかぐらいかな。そこものじゃないですよねどう考えても。サイドもちょっとバーッと見回してはおるんですけど、やれそうなところがなか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 ないですね。もう本当ショアブレイクのもう砂浜着地みたいなね、そんな波しかないんで。で今日ですけど、イラゴエリア、ロングビーチの方で、NSA の支部予選の方をやってます。なんでまあエリア規制ポイント規制あると思いますんで、まああっちの方行く方は気をつけてくださいって感じです。もう多分試合の方やるんじゃないかな6時で。感染防止、まん延防止かな、わかんないですけどの感じで、無観客だったっけわかんないけど、関係者のみっていうね話になってます。まあよくわかんないですけど、まあ今日はノーサーフかな。まあちょっとまた明日に期待します。あ、なんか釣れとるなあそこ。なんだろう、なんかちっこいの釣れてます。ちっこいの20センチいってない、15センチぐらい。なんだろう、何かが釣れてます。何かがおるっぽいです。リリースした、ちっちゃすぎこのうねりがどう、そこやれるかな。微妙、膝ですね。地べたが膝ですわ。
割れるところから。ちょっと難しそうっすね。波を選ばんと板が折れそうです。というわけで朝の波状況の方ね、まあ今日はあのおじさんのおしゃべりに付き合っていただいてありがとうございます。チャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。今朝も生存確認していただいてありがとうございました。今日も琴畑修賀がお伝えしました。それではまた。